ここで一息つこうか。宝箱だ。それ。この廃屋は。不自然ですね。この扉なんて新しくないですか？おい、宝箱だぜ。
何かを発見しました。皆さん、奥から人の声が聞こえます。久々の酒はうまいね。これだから、あの部屋からですね。よし、早速切り込むぜ。落ち着いてください。まずは様子を見ましょう。いやー、大成功。ハハハ、愉快愉快。せめてはこのゴルドー様の言った通りになっただろう。今回は珍しくうまくいきましたね。パク、トト、今日は祝いだ。もっともっと食っても構わんぞ。本当っすか？親分太っ腹っすね。そのチーズは唯一の安売りで20ゴールドか15ゴールド。普段30ゴールドするサーモンの燻製はなんと半額の15ゴールドだ。ちなみに繁華街の特売情報は、物知りばあさんの肩をもみもみすると。はいはい、今はそういう情報は結構ですから。それにしても町のやつらは怪人が犯人だと思い込んでるっすよ。俺たちがこの格好で盗みを働き、その罪を怪人どもになすりつけ今頃守備隊や騎士団は怪人どもを追い回しているはずだ。我らの懐は潤い、図に乗る怪人どもには嫌がらせできる。我ながら自分の頭脳が恐ろしく思えてくるわ。よっ、さすが悪の天才。いつもちょっとせこいですけど。それにしてもあの一番高そうな聖女像は売り飛ばさないんすか？まあ慌てるな。あれだけの品をペンドルトンとかに持ち込んだら足がついちまう。価値を理解できる叱るべき筋の闇商人を選ばないとな。どうやら私たちの格好を真似ているようですが。今すぐ切り捨てようぜ。落ち着いてください。でもあの格好で町の方たちも怪人が犯人だと思ったんでしょうか？そうだとすると遺憾です。てめえにそんな気持ちがあんのかよ。ラインドールさんから盗んだ像はまだ持ってるみたいです。アドルさん、どうしましょう。ああ、何を悠長なことを。地の利は向こうにあるので、それも大事かもしれません。仕方ねえ。Thank you.
お楽しみはそこまでだ。うわ、誰すか。お前たちは。あ、赤の王。他の奴らは俺たちと同じ。同じじゃないです。まさか本物の怪人たちか。おやぶー、やっぱり今回も失敗ですかね。チクショー、本物は町にしか。あいにくでしたね。本日から出張も可能になりました。お店の商品を盗むだけでなく、私たちの名前を語るなんて。私の下宿先の平和のためにも覚悟していただきます。なんだ、君が悪いな。追い詰められて頭がイカれちまったか。怪人ども、でかい態度を取っていられるのは今のうちだぞ。あ、なんだとてめえ。こんなこともあろうかと、この部屋にトラップを仕掛けておいたのだ。おお、さすが親分、やるときはやりますね。ここでまさかの秘密兵器っすか。皆さん気をつけてください。くれあ、よいしょ。俺たちが落ちてしまったっすよ。違う、落とし穴に落ちたふりをして奴らの魔の手から逃れたのだ。さすがっす。なんでもいいからこのままとんずらしましょう。厄介なことになったな。見事に逃げられた形になってしまいましたね。まさか本当にわざと落ちたんでしょうか。んなわけねえだろ。落ちた瞬間の顔は必死だったぜ。やれやれ。はい、奥へ進んで。早速行き止まりか。そうでもなさそうです。私のギフトで見てみましょう。
かを発見しました。何かあるぞ。何かを発見しました。ネイトだ。今すぐぶっ殺してやるから観念しな。いよいよここで終わりですかね。諦めるんじゃない。諦めたらそこで全てが終わってしまうんだぞ。私たち完全に悪者ですね。人形さん、お静かに。何かが来ます。魔物さんたち、見ろ、天は我らに味方した。今のうちに散らかるぞ。
て昔から悪運だけは天下一品ですね。私の目にはこの者の命が見えます。おいおい、どういうことだ。今ある情報では判断しています。Yeah!
でかい扉が見えるぜ。アドロさん、調べてみましょう。何かあるぞ。行け！
クリムゾンラインが、おい、クリムゾンラインフルッと、やっ、サイで、宝箱だ、フルッ、よいしょ。何かを発見しました。
休息できそうですね。何かあるぞ。何かあるぞ。
誰も魔物か。落ち着け、両手を上げて敵意がないことを示すんだ。助けてくれーさー。なんですかねこの場所は。君の悪い奴らばかりで。おい怪人ども、俺様たちが悪かった。おとなしくお前たちに捕まるし、謝るから助けてくれ。あんなこと言ってますけど。信用できるわけねえだろ。俺たちに戦わせてその隙に逃げちまう気だぜ。私もそう推測いたします。そんなことしねえ。この目を見てくれ、この目を。そうですね、いくら盗賊さんでもかわいそうです。さらに攻撃してるだけじゃ拉致が開かねえぞ。弱点はないんでしょうか。私のギフトには見抜けるかもしれません。Yeah!
それじゃ俺は行くぜ。任務サボってんのそろそろバレちまうだろうし、今日はまあまあ楽しかったぜ。ちゃんと騎士団のお仕事に戻るんですね。いい加減に見えてちゃんとしているというか。私も店を留守にしているので一旦戻ります。聖女像は戻しておきますので心配はご無用です。あ、はい、よろしくお願いします。戻しておくって大丈夫なのかな。アドルさん、少しですけどあの二人のこと前より知ることができた気がします。自分たちの力についてはよく分かりませんでしたけど、アプリリスさんって結局何者なんでしょうか。本当ですか？満月のグリモワルド、アプリリスさんも驚いていました。私たちには想像もつかないことが起きてる気がして、でも私たちはできることを精一杯やるしかないですね。ああ、そうかな。あ、私もお店を開けたいので、アドルさん、それじゃあまた。あの話聞いたか？あの話とはどの話だ？あの話って言ったらあの話だよ。ほら、職人街を荒らした奴らの。ああ、盗賊団の連中が監獄の中で見つかった件。盗賊どもは怪人たちに騙されて牢に入れられたそうじゃないか。そうなのか？また怪人たちが監獄内に。そのうち奴らこの塔までやってきても不思議じゃねえ。不思議というなら監獄内にある騎士団の施設。いや、なんでもない。なんだよ、余計に気になるじゃねえか。とにかく我々は余計なことをせず任務を果たすのみだ。さっさと巡回を続けるぞ。
よっと。ああ、びっくりした。この時間に人がいるなんて珍しいな。見ての通り昼寝さ。ここは静かで昼寝にちょうどいいんだ。あれ、君なんとなくここの囚人っぽくないね。そういう意味じゃないんだけど、まあ僕も上級囚人特区の雰囲気には馴染めないけどね。上級囚人特区、高額な入所料を払える囚人だけが入れる場所さ。この中は服装も自由だし、自由に出歩くことも許される。買い物もできて、外で暮らすのと変わらないって言われてるよ。やっぱここへ来るのは初めてみたいだね。なんでも元々はあるロムンの要人が収監された時に作られたらしいよ。貴族、政治家、商人、どうやら身分のある囚人に利用者が多いみたいだ。不祥事を起こした政治家が身を隠す場所なんて噂もあるんだ。そりゃよかった。僕はマリウスっていうんだ。実は捕まった時の記憶がはっきりしなくてね。身に覚えのない罪でこの特区に収監されてるんだ。そういう君はなぜここに？へえ、アドルっていうのか。冒険家なんて珍しい職業だね。確かにロムンの憲兵団あたりに目をつけられそうだな。なあ、実はそうなんだ。でもまあ警戒しないでよ。通報したりはしないからさ。どうだろうアドル、今後互いに情報交換を頼めないかな。ここにいることが釈然としないという点で僕らは共通している。なんとなく気も合うと思うんだけど。そうだな。あ、乗ってくれるのかい。それじゃあアドル、改めてよろしく頼むよ。時間がないのかい。じゃあ話の続きは次回にしよう。そういやアドル、通行証は持っているのかい。やっぱりそうか。この特区内を自由に行き来するには通行証が必要なんだ。本来は入所料を払った時に受け取るらしいけど、あれがないと今後行動するのも不便だよな。よし、それもなんとかできないか調べておくよ。ありがとう。どういたしましてさ。それじゃ次に会えるのを楽しみにしているよ。
聞いてちょうだい。それでね、キリシャちゃん、アネモナまで盗まれたっておじいさんが大騒ぎして、もう大変。そうだったんですか。アネモナさんがお店を留守にしたのバレちゃったみたいです。何を言う。お前さんこそ目をまん丸にしてうろたえておったじゃろうが。そりゃそうですよ。あの子はね、私たちの娘のような存在ですもの。とにかくそれで店に戻ったら、アネモナと聖女様の像がなんと戻っておっての。しかも元通りの場所にきれいに置かれておったんじゃよ。こんな不思議なことがあるものかと。だからおじいさん、聖女様の像はですね、アネモナが取り返してくれたんですよ。どうしてそう思うんですか。心配するからおじいさんには黙っていたんですけど、アネモナはね、以前から時々お出かけしているんですよ。お前さん、またそんなこと。人形が一人で出歩くなんて、そんな馬鹿げた話あるわけないだろう。じゃあ誰が像を返してくれたというんです。それは、犯人は監獄で捕まったというし。私はちゃんと知っているんですからね。Thank you.
あ、はい。お姉ちゃんはいますか？その声は…エル？マークにウードまで。ごめん、アドル君。この子たち、私の弟と妹なの。え？ユファさんの？バレちゃったね。いつも姉がお世話になっています。お世話になってます。どうも。あらあら、可愛らしい子供たちじゃない。こら、お店に来ちゃダメでしょ。しかもみんな揃って、一体どうしたのかしら。どうしたのかしら、じゃないよ。うん、これユファ姉がエプロン忘れたから届けに来てやったんじゃないか。ああ、本当にありがとね、みんな。立派に育ってくれて、お姉ちゃん涙が出ちゃうわ。忘れ物のせいで仕事が遅れて約束破ったら許さねえからな。うんうん、分かってるから。あら、何の約束をしているの？姉さんとみんなで闘技場へ行く約束をしているんです。うん、工業区にある闘技場ですね。闘技場といや剣闘だが、季節ごとにいくつか催し物があるぜ。今子供たちが興味ありそうな催し物なんてやってたかしら。あのね、闘技場にはユファ姉の彼氏がいるの。あらあら、それは初耳ね。彼氏なんだよ、やることやってんじゃねえか。やること違う。あの彼氏じゃなく幼馴染です。こら、あんたたち、おいたが過ぎるわよ。言ったのはエルだけど。うん、言ったのはエルだよ。どうせウードがそう言えって教えたんでしょう。ああ、もう恥ずかしい。とにかく闘技場で働く幼馴染がこの子たちを招待してくれたんです。へえ、いいじゃない、よくできた幼馴染みたいね。はい、とてもいい人で僕たちも楽しみにしています。だから仕事が終わったら早く帰ってきてくださいね。分かったってば。とにかく届けてくれてありがとう。仕事の邪魔しちゃ悪いから俺たちはそろそろ帰るぜ。エルはここにいたいな。エル、僕たちが家の用事を済ませば早めに出かけられるんだよ。本当に？じゃあ帰る。また今度ゆっくり遊びに来てちょうだい。はーい。本当にいい子たちね。はい、可愛かったです。ユファちゃん、確かあなたたちのご両親は。はい、二人ともロムンとの戦争で亡くなりました。そうだったんですか。うん、8年前ロムン帝国がグリアに侵攻してきた時、バルドゥーク郊外にいた私たち家族は逃げ遅れてしまって戦闘に巻き込まれたんです。両親は切りかかってきたロムン兵から私たちをかばって
覆いかぶさるように。そう、大変だったわね。でもユファちゃん、あなたはとても素敵よ。え？あの子たちを見るとあなたがどう接してきたかわかる。3人ともまっすぐ育っているものね、アドルちゃん。ああやだもう、アドル君、あの戦争のせいで本当にいろいろありました。でもあの子たちがいてくれて救われたのは私の方だから、何があっても守りたい。あの子たちが過ごす穏やかでかけがえのない日常を。陰ながら私も応援させてもらうわ。店長、ありがとうございます。よし、今日も一日頑張らなきゃ。いいかな？どれどれ？おお、これはすごい。少しばっ。いいかな？
何を作るんだ。よしきさどうだ腕のみどうだ。こんなところかお疲れさん。もらっていいんだな。かしこまりました。かしこまりました。ワクワクするな。頼まれました。俺がもらっていいんだな。ありがとうございます。またいつでも言ってください。